どうもなおちんです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日も妖怪大辞典コンプリートを目指して妖怪たちを仲間にしていきましょう。残り94体です。まだまだ空きがあるね。94体って結構多いわ。で今日はここ影村委員、ここの妖怪たちを仲間にしていきたいと思います。さあ何人仲間になってくれるだろうね。モテマクール持ってる、トラジローとヘコキシン持ってないな。トラジローなんだ、牛乳の気がするんだけど、まあまあ一応調べてみましょう。あ、牛乳当たり。ヘコキシンも牛乳、 OK。 おお、サボるな。まあ、とりあえずヘコキシンとトラジローだね。あそこはちょっと仲間にしてみましょう。おお、いきなり多分初めて。トラジロー、トラジロー、このままでいいです。どうだ、よし、ほらほら、はい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 、トラジローも仲間になった。あ、ヘコキシンいるね。とりあえずこういう感じで、おっと待って、おすべり様、おすべり様は俺持ってた気するんだよな。あれは不気味ぐらいでしょ。おすべり様はあれない、戦ってはいると思うんだよね。あれ、おすべり様、あ、あー、いる。あ、お師匠、お師匠はないね。おならず者もないか。ヘコキシンいた、ヘコキシンいた。こいつはおすべり様。あー、放浪士はどうだっけ。放浪士何、中華。あー、もう無理か。おすべり様持ってたから放浪士は持ってない気がするぞ。ちょっと見てみよう。多分放浪士は持ってないはず。あー、ミスった、ミスった。放浪士はね、確か持ってなかったんだよな。不思議だよね。影浪士、放浪士、ほら放浪士だ、狙いは。うん、ちょっと放浪士狙っていきまーす。いた、いきなりいた。中華だったね。中華だからエビチリあたりをやっとけば一発でしょうね。ヘコキシン、あ、ヘコキシンを確か4体倒せっていうクエストもあったから、まあついででちょうどいいや。はい、放浪士一発で来ちゃって、来ないか。まあそうだろうね。ちょっと頑張っときます。おお、旅ガッパが出た。旅ガッパ、なんか持ってない気するぞ。野菜でしょどうせ。ああ、間違いない。野菜だ。旅ガッパ、波ガッパは持ってなかった気がするぞ。とりあえず、二つだね。放浪士と、旅ガッパ。ああ、すぐにはならんか。その二人をちょっと狙います。おっと、カイムもいる。え、カイムは何？おにぎり。あー、もう倒しちゃった。カイムも多分いないと思う。ここ3体狙いだな。ちょっと3体狙い。お、目出し帽。いいね。めちゃくちゃいいのもらった。とりあえず3体頑張っていこう。あー、違った。またトラジローか。いや、仲間なりません。はい。妖怪もね、いっぱいになってくると、持てなくなるからね。うん。もう一体仲間にしたやつは、もう次からは仲間にしないように、していこう。モテマクール、いらないし。
いいです、いりません。ああ、なんでもう違うって。いや、動画撮れてなかった、撮れてなかった。俺の喜びの舞が、まあ旅ガッパ今ゲットしました。ようやく旅ガッパ出たね。あ、 A ランクか。 A ランク、それは出にくいわな。まあちょっと頑張って旅ガッパ、ゲットしたので、あと放浪士と皆無頑張ろう。おっしゃ、来た来たよ、皆無、皆無来た。あー、長かった。まああと放浪士もいるんだけどね。でもとりあえず気が楽になった。ほんと仲間にならないかなとね思ったんだよね。よかった。よし、ほら、初めて初めて。まあ違う、皆無はもういらない。皆無ごめんごめんね、帰って。おし、来た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 、放浪士来た。はい、放浪士ようやくかかった。もう全部で40分ぐらいかかった。で、そしてね、一個もう一個見つけたんだな。闇鏡がここにいた。だからあと闇鏡をゲットしよう、頑張ろう。あのね、分かったことがある。闇鏡って一応ここ出てくるけど激レアだ、ほぼ出てこないわ。なんでちょっと攻撃頻度を少なくして、ちょっと食べ物のね好みが分かんないのよね。ちょっとか食べ物の好みを見せて。あ、中華だ、中華中華、オッケー、うん、これが見たかった。オッケーオッケー。一発で仲間になってきてくれればね。なんて言ってるかわかんない。お願い、中華あげたでしょ、仲間になって。いや、これ絶対ね相当時間かかるわ。出現率がほんと極端に低い。うわあ、やるっきゃないな、これ。おお、最高潮か。最高潮は持ってるからいりません。はい。最高潮強いよ。最高潮めちゃくちゃ強い。おっしゃー、来たー、やっと来たー、やっとだよ。よーし、なります、やった。闇鏡、闇鏡、ようやくだよ、ゲット。 A ランクでしょ、闇鏡確かね。やったー、ちょっと見てみよう。確か A ランクだよね、 A ランクだ。うん、今日は良かったね。トラジロー、旅ガッパー、皆無、放浪士、闇鏡。5体、ゲットすることができました。5体よかったー。では、残り、89体、です。まだまだなんか先は長いな。89か。でも今日みたいに、5体ずつ行けばいいし、まあ、今日のは、特に難しかったよ。A ランク、B ランクだったから。これね、D ランクとか E ランク、そこら辺のやつはポンポン仲間になるから。うん、そこまでかかんないかもしれないね。はい。まあ、とにかく、まだやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。